はい、皆さんこんにちは。今日はこちらアプローチシリーズ7用の保護フィルムなんですけど、まあなんか結構ね、質問とかリクエストも多いので、こちらソフトタイプとハードタイプ2種類ほど買ってみたんで、まあ両方ねつけてみて、まあどっちがね、つけやすいとかつけた感じはどうかをチェックしていきたいと思っています。はい、ということで、まずね、最初に話しておきたいのは、まあ、Apple Watch の画面の保護フィルムってね、私も正直そんなに貼りたいわけじゃないんですよね。で、例えばステンレスとかチタンとかエルメスとかね、まあ、そのあたりはサファイアガラスなんで、まあ、まず貼る必要はないのかなと思っていますが、今回ね、アルミニウムのなので、まあ、4X というね、ガラスなので、まあ、もうちょっとね、柔らかめなんで、今回はね、貼ろうと思ってるんですね。で、もうこれ貼るも貼らぬもね、もう本当個人の好みだと思うので、まあ私もね、貼らない方がね美しいってことはね分かっていて、今回貼るんで、まあこのあたりはね、まあ貼る人に対して貼らない人が攻撃とかね、そういうのはねやめていただきたいということですね。なので今回はね、貼りたい方向けの動画となっています。はい、でまずはね、1点目、これオーネオスって読むんですかね、割とね定番ですけども、 TPU のソフトタイプとなっています。5枚組ですね。でこのブランドはね、私も過去にね何点か試していまして、割とねソフトタイプいいものが多いなという印象ですけどね。ただ去年はね、シュピゲンの硬いやつなんか貼ってましたからね。このブランドは2年ぶりぐらいの購入になりますけどね。でこれ全てね5組入ってるという感じで、でこれをこの輪っかは何だと思いましたが、これあれですね、貼り付け作業の時の固定台みたいなやつ、これはね前には付いてなかったんで、進化してるなというね感じがしますよね。すごいなこれ。で、あとはフィルム本体と取り付けキットと、そしてヘラと取説、これはね日本語になっててね、分かりやすかったですね。でこの固定台いいですね。これ両面テープがねついていまして、机にペタッと貼ってウォッチ側にもちゃんとついていますから。で説明書によると、電源オフにしてバンドも外した状態で作業してくださいねということでね、まあ、それでねこれでペタッとつけたという感じです。はい、で取り付けキットの方2倍速で見ていきますが、まあ、定番の内容ですね。クロスとこれウェットドライとホコリ取りシールという感じ で、まあ、まずはねこのウェットからという感じで、まあ、これ特にね今回のは端っこの部分、油部分を取った方がいいでしょうね、まあ、浮き防止という感じで、あとはドライの方でこの水分がねついているのを拭き取る感じでしょうかね。でまあ、これは必要か分かんないんですけどね、このクロスでも一応拭いときましたけどね。そしてホコリ取りシール、かなり、ね、でかいので、もうこれね一発で OK ぐらいみたいでしたけどね、まあ、私はちょっとねペタペタやっちゃいましたけども、1回でも覆われる大きさです。でこれ本体の方ですね、これがね構造が非常にね面白くて、3層構造になってるんですね。でまずはこの1番を剥がせってことで、その後2番3番と剥がして、最後が4番らしいんですけども、でこの剥離シートの1番はこのようにね裏側ですけど、ベロッとね一面剥がせるようになっていて、でこれまあ持つときは4番持てって書いてましたが、まあ、2でも3でもいいかなというところで、ここでね1ギメをまあ真上から見ながらやるという感じで、まあ、1ギメ自体はねこの真ん中にこのセンターラインが引いてあるんで、比較的ね合わせやすい印象でしたね。それでねこっからはね面白いんですけど、このセンターラインのところにこのヘラを持っていって、まずはね2番の剥離シートさらに1枚あるんですね。これを剥がすと本当のフィルムが接着面が出てくるって感じでね、これでね密着させる感じですね。まあこの時点ではそんなにねシビアに空気抜きしなくてもいいと思うんですが、まあその後のこのね3番ですよね。でこれをヘラで押さえながらやっていく感じですね。はい、それでまあこっからはねひたすら空気抜きですけど、まあ、この時点では剥離シート4番がありますから、まあ、強くこすったりしてもこの表面に傷とかねつかないので、まあ、この特にね端っこの部分ですよね、この湾曲したエッジの部分を中心にグリグリやっていくという感じで、まあ、ヘラ自体はね大きさも十分ありますし、非常にね使いやすいものとなっています。でまあ、ここで見える気泡っていうのはね、実はこの剥離シート4と本体フィルムとの間の気泡だったりもするんで、あんまり気にしなくてもいいかもしれませんけど、ただ今ねめくってみたら右のエッジの部分がちょっとね、
貼り付いてなかったので、結構ね丁寧にやったという感じで、まあ、このあたりはね、まあ、できる限り丁寧にやった方がその浮きのない状態で剥離シートの4番が剥がせるのかなと思ってね、丁寧にやりましたけどね。でこれね4番の方をこうやって剥がしていくと、まあなんかね右の端っこを若干浮いてはいますけどね、まあここではまあいいかというところで、でまあ最後ねいくつか浮いてる部分については、まあ、このようにクロスの方で押さえろと書いてあったんでね、まあこれで押さえたというねところですけど、で小さな気泡やシワについては1日2日で取れると取説にはね書いてましたけどね。でこれ貼った状態です。2箇所ぐらいちょっとねちっちゃい気泡残っちゃってますけどね。でまあ光当てると、まあ、ソフトフィルムってね多少このようにちりめんっぽい光沢が出るんですけど、まあ、ただねそれについてはまあ普段使ってる分には気にならない範囲かなと私は思っていますけどね。で再起動の方を押して表示などねチェックしたいと思います。でフィルム自体はこの本体ガラスギリギリではなくて、まあ、1ミリぐらい、ね、内側に入った感じですかね、まあ、ただこの黒い枠自体が 1.7 ミリと、ね、アップルが言っていたと思うんで、まあ、それよりは、ね、外側になっているので表示に影響は出ないと思います。あとは、ね、普通に見てると、ね、この線ってあんまり気づかないぐらいの、ね、感じなんですよね。でまあこれ黒枠とかのないね透明なソフトタイプですから、このようにねこのシリーズ7特有の湾曲部分の表示についても、まあ、綺麗に出ているんでね、まあ、これについてはね非常に満足できる内容となっていまして、まあ、やっぱりシリーズ7の良さっていうのはその湾曲部分もこの表示されるというのがねちょっといい感じなんで、まあ、その辺については全く問題ないです。でタッチの方もね比較的反応良くて、スワイプ関係、タッチ関係、非常に反応はいいようにね感じましたけどね。うん、このフィルムねいいんじゃないでしょうかね。まあこんな感じでシリーズ7のね良さを活かせるフィルムになってるんじゃないでしょうか。はい、でお次はこれ E1 って読むんですかね、初めて買いましたけども、これはペット製素材のハードタイプですね。3枚組となっています。でまあ、これについてはねまだハードタイプそんなに種類出ていないんで、まあ、とりあえずすぐにね買えるものを選んでいますけどもね、まあ、これ初めて買う中華系だと思うんですけども、ちょっとね開けていきたいと思います。で、まあ、開けると、まあ、よく見るタイプのねこのワイプ系がね入っていますね。あれこれなんだろう、3枚組なのに2組しか入ってません。本体は3枚入っていますね。でホコリ取りシールという、まあ、こういった3点セットとなっていますけどね。なぜか付属品が2つしか入っていないというちょっと残念仕様となっていますね。はい、でこれについてはね取り付け用の台っていうのが付属してないですから、ちょっとこの充電ケーブルを活用して、まあ、このように両面テープで貼ってですね、で本体側にも、まあ、こういった両面テープを貼って固定をしてみたいという感じです。まあ、やっぱり固定した方が作業の方はねしやすいですからね。でこれもったいないですけどね、さっきのソフトタイプこれね剥がしてしまいましょう。でこれ剥がすとこのオーネオスのは伸縮性のあるねソフトなタイプとなっていましたね。まあ、ちょっとね伸びるような感じでした。はい、でまあクリーニングについては、まあこのウェットのワイプスで拭いて、そしてドライで拭くという感じで、最後がこのホコリ取りシールとなります。でこれね本体の方はねこんな感じで、まあ、黒枠のあるねタイプで、まあ、硬いタイプなんですよね。でこの剥離シートはねこの1枚こっち側にあって、ここにねピロピロがついているので、まあ、剥がしやすいとはね思いましたけどね。まあ、こんな感じで剥がすということで、でまあこれ枠があるんで、まあ、持ちやすいは持ちやすいんですけどね。ただね1ギメは意外とねこの黒が埋没しちゃってやりにくくて、私は 3,4 回調整したというね感じでしたかね。でこちら密着をすればもう最後ね終わりですけど、まあこれ手でやるよりはおそらくこっちでやった方がいいのかなと思って、ドライのワイプスを使ってやってみましたけどね。まあなんかね密着自体はねそんなに難しくはなくて、まあ、意外とね順調に気泡も抜けていったという感じで、まあ、この辺りはソフトよりも緊張しないでやれるような感じはありましたかね。まあ、それでねこれできたのがこんな感じです。1箇所ね左の上にちょっと気泡残っちゃってますが、これはね最後グリグリやったらね取れましたけどね。でさっきのソフト系のと比べますと、まあ、どちらかというと反射の具合は美しいのかもしれません。
で、これ ね、電源の方を入れて、表示の方のね、チェックをしたいと思いますが、それがね、ところが残念ながらね、このやっぱり黒枠が悪さをして、まあ、この端っこの方がね、ちょっと文字盤に被っちゃってるんですよね。まあ、なんか枠付きってどうなのかなと思いましたけども、まあ、残念ながらちょっと嫌な予感もしていた通りになってしまいまして、で、なんかね、タッチの方もね、ちょっとやってみたんだけど、反応あんまり良くない感じがしてね、ちょっとこう滞ったりしちゃうんでね、まあ、そういう意味ではね、まあ、この枠が被っちゃうっていうのも含めて、私はあんまりいいフィルムだとは思えなかったですね。はい、でこちらもしょうがないんでね、一回剥がしてみてみます。この枠の幅なんかね、ちょっと測りたいですね。で、まあ、剥がすと、まあ、再利用はできそうもないですけども、で、まあ、測るとやっぱりね、これ枠の幅が2ミリぐらいありますからね、まあ、アップルはプレゼンで 1.7 ミリって言ってたんで、やっぱりねオーバーして被っちゃうんですね。はい、ということで今回アップルウォッチシリーズ7用のフィルム2種類ほどね試してみましたけども、まあ、私がいいと思ったのはね、こっちのソフトのオーネオスの方ですかね。まあ、貼りやすいし、付属品も充実してますし、5枚組だし、とてもいいですね。こっちはやっぱちょっとね、枠がダメだったんで、こっちをおすすめしたいという感じですね。まあ、もちろんね、ソフトタイプっていうのは、これから長袖の季節になってくると、どうしてもね、この袖口と擦れてめくれたりする可能性もあるんでね、まあ、そのあたりについてはちょっと長期使わないとわかんない部分ではありますが、まあ、その後ね、2回目もう1回貼ってみましたが、まあ、貼り付け作業についてはね、本当やりやすくて、で、まあ、2回目になったらね、結構慣れてきたのか、結果として気泡が全く出ないね、仕上がりになったんで、まあ、そういう意味ではね、このフィルムなかなかいいのかなと思いましたね。まあ、5枚組なんで失敗も貼り直しも可能なんで、こちらシリーズ7の方いかがでしょうか。ハードタイプは出品が出るのを待とうと思っています。Amazon の購入ページはそれぞれこちらになりますが、説明欄にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてくださいませ。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。